でも何かあった時の責任誰が取るんですかみたいな、責任なんか私取りますよって言うんですけどでもそれでも受け入れてもらえなくて、障害持った子供外に連れて行くと見ないふりされたりとか、女性の生き方ってね本当に人それぞれで、これサンフランシスコの、イベントに行った時にスティーブ・ジョブズとあのエヴァンジェリストっていうのは、まあ、つまりそのマックをこう世に広めていく、まあ、一応働きをしましたっていう、はいはい、ことでもその称号を与えられて、で日本で8番目だったかな、とにかくあのトミーとマスで3年半やってたんですよ。旦那様18歳竹本孝之君、ああで、ね、NHK ですね、大河ドラマで、あの女対抗期っていう、そうですね、2期目の選挙の時の写真です。でこれはねテレビタックルです。で24時間介護をしてると、自分がなんだろう、たった一人ぼっちで何かをやってるような気持ちになっちゃったり、やっぱり夜中にあの子供と二人きりでもって不安な思いをしてるとね、こういろんな気持ちが起こってくるので、それをなんとかみんなで助け合いたいっていう思い でそれが元になって、その天使の輪っていうのができたんですけれども、はいはい、その子供を亡くした後の女性たちを支えたいっていう思いで、ここまで生きてきた証みたいなのをちゃんと残したいって思って、まだまだその障害者とか障害児っていう言葉を、例えばこういうところで文字にすることさえはばかられるような時代です。いまだにその障害者って普通に書くと、その害の字があの良くないとかって怒られちゃったりするんですけれども、その害の字どう変えたってあの何も変わるわけではなくて、逆にねあの本質が見えなくなっちゃうんで、私はあえて変えないようにしてるんですけど、でもそういうことをこう言われるような、本当にあのそういう子供は表に出しちゃいけないとか隠しておけって言われてた時代だったんです。障害持った子供外に連れて行くと見ないふりされたりとか、でさんまさんはギャラもいらないっていうし、お礼もいらないっていうし、でさんまさんってすごいですね、本当すごいです、すいません、なんかちょっと思い出すと、私本当にねさんまさんのおかげであの番組ってできたと思ってるんです。で普通ナレーションやるときって、まあ、構成作家さんとか脚本家の人が原稿を書いてきて、で行ってチラッと見て、でそれでやるわけですよ、私たちなんかみんな。だけどさんまさんは、持ち帰らせてほしい、そのビデオをあのつなげたビデオをまず見せてほしいって言って、で自分で見て、で当日来てその自分の言葉で全部やってくれたんですよ。一般の子供ですよ、一般の子供が亡くなって、フジテレビが2時間の枠開けて追悼番組やってくれたんですよ。ちゃんと生まれてきた意味があったなっていうふうに今でも思ってますね。障害児を産むとやっぱり母親が一番後悔するし苦しむんですよ、なんでこんな子供をとか、あと私がいけなかったんじゃないかとか、もう本当にあの苦しくて苦しくて、そのまともにこう子供を見られないとか、あの自分で育てることができないっていうお母さんもいたんですけれども、でもそうじゃないんだよって、あのちゃんと見たらこんなに可愛い子供だよねっていうのが分かると全然違ってくるんですよ。番組のタイトルをね、ユッピーの絆創膏ってしてくれた時に、それも本当嬉しかったんです。その一番私が多分言いたかったことっていうか、伝えたかったことをちゃんとタイトルにしてくれたので、あの障害持った子供を育ててるといろんなところで壁にぶつかるんですよ。でも何かあった時の責任誰が取るんですかみたいな、責任なんか私取りますよって言うんですけどでもそれで もう受け入れてもらえなくて、でももう本当にそういう戦いをしないと、あの普通にこう自分が思ってるような道を歩いていけなかったんですよ。最後のお礼を言いに行った時に言われたのが、やっぱり今の日本の法律ってね、その昔の法律をずっと引きずってるからいろんな不具合があって、普通に生きていこうとするとぶつかる壁ってたくさんあって、でその壁を壊すのはやっぱり一般の人間では難しくて、政治家を使うか自分が政治家になるしかないんだよ。そうかって、周りからあのああしてくれこうしてくれって言ってても何も変わらないんだな。私は言葉っていうのはすごく力があるっていうふうに思っていて、で言葉に出すっ
ていうのは、その出した瞬間にその言葉自体がなんていうかな、ちゃんと力を持つっていうふうになんかずっと信じてるんですね。中学生の時に私はなんか女優に なるって言ってたらしいんです、中学生の時。はい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 。であと高校生の時は、これは自分で覚えてるんですけど、私は大河ドラマに出るって言ったんです、高校生の時で。大河ドラマ出たんです。女性の生き方ってね、本当に人それぞれで、何を選ぶかで、それが正解とか違うとかって全くないと思ってるんですよ。で、私はその人生って本当に一度きりしかないから、この一度の人生を、うん、自分が満足できるように生きればそれでいいんじゃないかなって思ってるんですよね。で、これはね、もう本当に私多分ね、子供の頃から言ってたんだけど、自分が死ぬ時に、あ、よかったってこうふっとこうなんか言えるようなっていうか、思えるような、そんな人生だったらいいなって、そう常に多分そう思って生きてきたんですね。だから、うん、例えばすごく辛いことがあった時も、まあ、実際にその障害児を持って、そのあなたの子供は一生、うん、というか生きられないかもしれませんよっていう、すごく辛い告知をされた時に絶望的な気持ちになるじゃないですか。だけどどんなに辛いことでも、その辛い出来事をいろんな角度から見ると、どっかにちょっとぐらいいいことがあるよなってこういつも思ってるんですよ。どっかに希望があったりとか、あと、このことがあるから何かいいことがにつながったりとかね、必ずあるって信じてるので、いつもそれを探すようにしてるんです。なのでその今の生き方がいいとか悪いとか、その自分が目標を持ってるとか持ってないとかってそれ関係なく、自分が心地いいって思う方向に進んでいけばそれでいいんじゃないかなと思うんです。辛かったら辛くないことを探せばいいし、今がいいなと思ったら、この今がいいなの気持ちを続けていけるようなことをしていけばいいし。で、少し前まで、さっきね、ヒデさんがおっしゃってたように、まあ、男尊女卑とは言わないまでも、やっぱり、まあ、政治の世界なんかだと圧倒的に男の人が多くって、で、なかなかその女性が、例えば政治家になったとしても上の方に行けないとか、あと会社でも、まあ、未だにそうですよね。やっぱりなかなか、上の方に行けないとかっていうことありますけれども、でも能力の差って全然ないと思ってるんですね。で、能力の差はないんだから、あとは自分がやりたいかやりたくないかだけなんですよ。やりたかったらまあまあどんなことやってでも行くエネルギーが、まあ、あるかないかで、行かなくたっていいんですよ。もちろん全然上を目指すことだけが素晴らしいわけじゃなくて、今のこの状態を保ったりとか、もっと広い視野でいろんなものを見ていくことが心地いいことだったらそうしていけばいいし、あとは例えばそのご主人がとっても素敵な方で、その人についていくことが自分の幸せだったらそれは本当に素晴らしいことだと思うし、あと子供が可愛くて今もこの子をとにかく大切に育てたいって思ってたら、そこを一生懸命やればいいし、もう本当にその、うん、自分の心地いいこと、それをやっていけば必ず最後に、あ、よかったなって言えるんじゃないかなって私は思ってます。そう、家庭の中で例えばお母さんが元気なくなったら、その家庭って真っ暗になっちゃうじゃないですか。そうね、お母さんが元気だったらそれだけで家庭の中でちょっと楽しくなりますよね。で、それと同じで本当に地域にいる女性が元気だったりとか、あとまあ議員も含めてですけれども、女性が張り切って何かやってる時って大体その街で輝いてますよ。今日はありがとうございました。みぐさんでした。ありがとうございました。皆さん本当ありがとう。